人生講座。今日は一通だけお便り、ラジオ人生講座、東京世田谷区ペンネームコンタッケさんのこんなお便り。毎月日高塾に通うために東京と札幌を往復する旅の中で、その土地土地の花をめでることが私の楽しみの一つではあります。前回は大通公園で見たライラック、紫色のライラックが特に可愛くてしばし見とれていました。毎月東京と札幌を往復することはとても刺激になり、毎回大きな発見があります。両方の街の良さも悪さも見えるわけですからね。同時にそんな時に岩本さんがいつも私におっしゃってくださる物事の意味を考えるんです。例えば東京に住む意味、札幌に通う意味、そして思い出すんです、私がずっと大切にしている言葉を。つまりこれは言葉のキーです。今から10年前の平成9年3月、私は上京しました。学校に入学するための経済的余裕がなかった私は、板橋区の新聞販売店に住み込みで入って、そこで入学のための資金を作ることにしたんです。東京に憧れも持ってました。華やかなイメージだけを抱いて北海道から上京したんです。しかしそんな少年の私に東京の厳しさは容赦なく襲いかかりました。毎日2時間しか寝させてもらえず、契約にはない理不尽な仕事を強いられ、毎晩怒鳴られ、蹴飛ばされ、これまで味わったことのない過酷な日々を過ごしました。本当にしんどかった。携帯電話もインターネットも普及していなかった当時、私は毎週土曜日の午後4時40分に公衆電話から帯広の実家に電話をしました。そうするとお袋が受話器をラジオに近づけてくれるんです。で、受話器越しに聞こえる街の明かり、五郎さんの声、本当に勇気と元気が出ました。それでも仲間はどんどん挫折していき、自分の前からいなくなり、私は不安で不安で押しつぶされそうだったんです。で、自分も全てを投げ出して北海道に帰ろうかなと思ったことが幾度かありました。そんな時に同じ区域で別の新聞を配達する稲垣さんというおばちゃんに出会いました。稲垣さんは北海道から東京にやってきて夢を追っている私にいつも優しく、そしていつも私の肩を抱いてこう言ってくれたんです。絶対に諦めるんじゃないよって。私は先行きの不安、時折涙を流したこともありました。で、その時に稲垣さんは私にこう言ってくれるんです。私にも夢があるんだ。こんなおばちゃんにだってね、夢があるのよ。私はね、旦那と一緒にこの高島平で小さな飲み屋を開くことが夢、お客様が一人で来ても楽しく笑える、元気になれる、そんなお店を開くのが夢なの。でもね、その夢が少し、もうあと少しで実現できそうなのよ。これまで本当に私も辛かった。でも夢のために頑張ってきて、それが叶うってところまで来たのよ。あなたはまだ若い、今は苦しいかもしれないけど、諦めずに歩き続けたら必ず光は見える。お店をオープンさせたら、あなたを最初のお客様として迎えるから、だからもっと東京で頑張りなさい、私と約束してよ。根を上げずに東京で生きると。嬉しかった。本当に稲垣さんの言葉が勇気になりました。で、その数ヶ月後に稲垣さんは高島通りで交通事故で亡くなりました。志半ば、稲垣さんは夢を実現することなく私の前からいなくなってしまいました。泣きました。一日中泣きました。涙が枯れるまでっていう表現は大げさじゃありません。泣きましたけれど、私の中で稲垣さんは生き続けてます。そして稲垣さんの言葉が今も私の勇気になってます。絶対に諦めるの、歩き続けたら必ず光が見えるから。あれから10年、私は札幌で勉強の場所を見つけました。自分がずっとやりたかったことを学ばせてくれるところに今所属してるんです。日高塾、毎月東京と札幌を往復してます。東京は常に自分の原点、初心を見つめさせてくれる街、札幌は自分の夢や志を前向きに歩かせてくれる街。毎月東京と札幌を往復する旅、その背景には稲垣さんの言葉がそこにちゃんとあるんです。生きて夢を諦めるな、歩き続けたら必ず光がある。ずっとずっと大切にしていきたい言葉です。日高塾第一期生、ペンネームコンタッケ。言葉がここにも生きてます。
塞がって絶望という闇の中へ閉ざされがちな自分の心の扉、ひょっとしたらその扉は周りが閉めたんじゃなくて自分で自分の両の手でこう閉めたのかもしれない。光を見ようとしなかったのかもしれない。見えないと勝手に決めていたのかもしれない。でも光はある。